こちらをご覧ください。 GGQ に BBQ？ 働き方改革に力を入れる高知市の建設業者が独自の有給制度で表彰されました。24道府県からなる将来世代応援知事同盟は、2016年度から子育てや女性支援などに取り組む企業を表彰しています。今年度は全国3位にあたる優秀賞に高知市の福屋建設が輝きました。ありがとうございます。福屋建設は長時間労働や有給取得率の低さを改善するため、2022年度にワークライフバランス推進委員会を発足。残業時間削減の取り組み、定時だよ、全員就業や、結婚や出産に合わせてテレワークに変えるなど、働き方を柔軟に決められるオーダーメイド制度を導入しています。シニアの働き方にも変化が。3時になったら GGQ で休暇を取らせてもらってます。おじいちゃんの場合は GGQ、 おばあちゃんには BBQ と、孫の世話のために1時間単位で有給を取れる孫休暇を設けています。サッカー見に行くので自治期とかないみたいなのが楽しく取れる。ちょっと笑える余裕の取り方みたいな。一体ですね。僕の孫ができたばっかりなので。なるほど。孫活で休み。孫活で休み。福屋建設の育休取得率と復職率は男女ともに 100%。 昨年度の有給取得率は 70% と、前年度に比べ35ポイント増えています。自分たちで自分たちの環境を変えられるっていう、こう喜びみたいなのは感じてくれてるのかなと思いますけど、ね、わざわざ女性活躍って言わなくていいような世の中になればいいなと思ってますけどね。 GGQ と BBQ にはジージ、バーバの他に頑張るじいちゃん、そしてビューティフルばあちゃんという意味もあるそうなんです。こう育休を頑張る姿がかっこいいんだよ、美しいんだよという、こう温かいメッセージが感じられて、育休を取りやすくなるんだろうなと感じました。